ボンジョルノ、こんにちは。ロンジャーノという丘の上の芸術の村に来ております。アドリア海の海岸から20分ほど登った丘の上に一軒普通の小さな丘の町に見えますが、実はこの小さな枠に世界中の芸術作品がいっぱい詰まっているのです。すべて一日では撮影しきれないので、今朝は仮面のギャラリーだけを訪問しに来ました。この丘に住んでらっしゃるピアノ教授ベネデット・フランコ・モーリー教授、そしてこの町の市長様サーラ・ベルトッチ市長、文化評議員のアッティリオ・マッローニ氏、そして市のお役人サーラ・モスコーニ様や官僚のパトリツィア様などがご親切に今朝特別貸し切りでオープンしてくださりました。仮面ギャラリーはこのサンジローラム修道院の敷地内にあり、有名なペトレラ劇場の上にあります。ペトレラ劇場では古典演劇、近代演劇として名俳優たちが演じに来られる以外にも実験劇場の場ともなっていて、ニューヨークのアクターズスタジオの集中セミナーもこの劇場でしばしば行われ、ハリウッドやチネチタの有名俳優の息子や娘などもよくアクティングトレーニングに来られました。ギャラリーにはコメディア・デ・ラ・アルテの主な仮面を描いたブロンズ像が並べられています。コメディア・デ・ラ・アルテは仮面を使用する即興演劇の一形態で、16世紀中頃にイタリア北部で生まれ、主に16世紀頃から18世紀にかけてヨーロッパで流行し、現在もなお各地で上演され続けています。それでは上に登ってみましょう。これはイザベラ。イザベラはコメディア・デ・ラ・アルテで恋人の役で使われる典型的なキャラクターです。16世紀には彼女は優しくて愛情深いキャラクターでしたが、17世紀になると軽率で意志の強い女性というキャラクターに特徴づけられてきました。これはハーレクイン。イタリア語でアルレッキーノです。1600年以来ヨーロッパの中で知られ愛されている喜劇の最も古い仮面の一つです。アルレッキーノは単純で無知で騙されやすい使用人を表しています。シーンを活気づけ観客に同情されやすいキャラクターです。ブリゲッラ。ブリゲッラは実際それは奇妙なもつれに従事し、最も複雑な陰謀に喜びを見出すフィクサー、または抜け目のない使用人の姿を表しています。彼はまた活発でおしゃべりであっても正直で忠実な良い執事と呼ばれることがよくあります。キャプテン・スキアーズはコメディア・デ・ラ・アルテではカルロス5世の通過後スペイン軍の風刺画になり、大胆で傲慢で明らかにイタリア人に嫌われています。コヴィエッロ。この仮面の起源は16世紀末のナポリに遡ります。小柄なコヴィエッロは通常明確に定義されたまたは安定した役割を持っていません。喜劇が主ですが、その外観も常に一定ではありません。
ロンビーナ。彼女はコメディアデラルテとゴルドニアの劇の優雅な使用人の中で最も有名です。気まぐれで反抗的ですが、正直で忠実なアレッキーノの妻です。容姿が整っていて魅力的な女性と言われております。ペッペナッパ、それは怠惰で不注意な使用人のシチリアの仮面であり、鈍く強力な罰の犠牲者です。あくびと昼寝の合間に学校の先生や卒業生にサービスを提供します。その名前はシチリア語でペッピと呼ばれるジュセッペと、その無効性を示すかのようにズボンのパッチであるナッパに由来します。タルタリアは1600年代に作成されたナポリ喜劇の登場人物で、典型的なおしゃべりで浮気をする弁護士を表しています。その主な特徴は完全にハゲていることと、言葉の意味を変えて笑いを誘うために強調されるしゃべり方です。1500年以来、レアンドロはコメディア・デラルテの舞台を踏む若い紳士の中で最もエレガントでハンサムと言われております。常に挫折した結婚や困難な求愛、色気の問題の絡み合いの中心にあります。プルチネッラはナポリで紹介され、最も有名になった古代の仮面です。プルチネッラは勇気と怠惰、滑稽さと虚栄心の混合物です。さっき出てきたハークレインの別の角度のポーズです。
ジャンドゥヤはピエモントの大衆演劇の気さくな仮面で、開放的でふっくらとしたカラフルな顔をしています。寛大で愛国心があり、暴君の陰謀を阻止し、弱い者を守ります。美味しいワインと美しい女性を愛していますが、有名なチョコレートをそう呼んだ鳥の字にとても愛されている存在です。ビットリオ・ズガルピ、イタリア一有名な美術評論家です。この有名な美術評論家も、この町ロンジャーノの劇場や博物館を称賛しております。ドメニコ・ネーリはロンジャーノのアーティストです。このギャラリーにある仮面はドメニコ・ネーリの作品です。パンタローネは最も代表的なケチな人物です。ヴェニスの仮面でパンタローネ・デ・ビゾニオーゼというのが時を経て有名になりましたが、それは騙されて常に費用を支払う年配のケチな商人の姿を思い起こさせます。バランツォーネはボローニャの仮面です。典型的な真面目性格で傲慢でもあります。彼は法学博士で、実際彼はボローニャの弁護士そのものです。風変わりな彼は、あらゆるわずかな言い訳を見つけては終わりのないナンセンスなおしゃべりを展開します。
スカルピーノは1611年から1650年にかけて活躍した並外れた俳優兼音楽家フランチェスコ・ガブリエリの想像力によって作られたキャラクターです。メオパタッカはローマのトラステベレで生まれたキャラクターです。一方では乱暴で虐待的ですが、他方では寛大で大きな心を持っています。ステンテレッロは19世紀初頭に創設されたフィレンツェ劇場の最も有名な人物です。それは人気のある小ブルジョワジーに属し、理想的には彼らの善良で公正で寛大な性質を表しています。一般に考えられていることとは反対に、ピエロはもともとイタリア起源の仮面でした。17世紀になって初めて仮面がフランスで受け入れられたという現実により、ピエロはフランスのものとなりました。新しいピエロは怠け者で無双家で、運が悪いと永遠に恋をしてしまいます。スカラムッチャは実際には18世紀にトスカナー語でスカラムッチャの形をとって、スカラムッチャの名前でナポリで生まれました。若きモリエールがモデルとして採用した仮面でもあります。メネギーノはミラノ喜劇の仮面であり、ミラノではさまざまな人間のタイプが描かれています。彼はダイナミックで率直な市民であり、時には無知で気さくな農民であり、時には献身的で心のこもった使用人です。いずれにせよ、メネギーノは法と義務に従順な善良なイタリア人としての地位を確立しています。
ッサンドリーニはおそらくシエナ出身と言われております。喜劇におけるカッサンドリーニの役割は若者同士のラブストーリーを妨害することであり、しばしば若者の敵対者として行動します。長く忘れられていた時期がありましたが、18世紀にフランスのコメディアンであるシャペルによって復活しました。Ma fanno fare la signora invece di tutte quelle storie del caso. No, ma lei ha è superata, va benissimo. Non so che superata sia. Presentazione da qui. Vai Patrizia, presentati. Patrizia. Attilio. Franco. Sonia.